あいつ遅いな。あ、もう来ましたよ。あ、吉野くん。早く、早く。これ多分最後の生徒ですね。あ、よし。遅いよ、あいつ。多分もう最後っすよ。はい、みんなおはよう。10月入って、体調崩して大きすぎる。欠席者めっちゃ増えてるから、気をつけて。で、この季節の変わり目だから、体追いつかないからさ、ちゃんとそこして。で、みんな絶対気をつけて、体調。で、おのどよろしくだと。あ、はい。あ、僕いいですか。10月になって、体調崩してる人います。季節 の、 変わり目ということで、皆さん、気をつけてください。そして今日の時間割り、発表させていただきます。はい、今日1限目体育、2限目現代文、3限目地学、4限目生物、5限目英語、6限目、物理となっております。はい、そして少し注意2点いいですか。はい、最近飲み物をそのまま授業中も上に出している生徒がいるので、気をつけてくださいね。こぼしてしまったりしたら大事なものとか書類とかになっちゃって、それで課題、あれです。課題の提出率も下がってきてます。このクラス、皆さん気をつけてください。1週間後の授業の終わりまでこれ絶対提出しろ。はい。これ、俺ができる最後の救済措置なんで。ありがとうございます。英単語、ルーズリーフに間違えたやつを全部書いて。はい。OK。はい。そうしないと成績出せないから。これ痩せたら本当にやばいです。わかりました。それだけ。はい。もう一回。おはようございます。失礼しました。じゃあ今日も一日頑張っていきましょう。お願いします。え？吉野君？どうしたんですか？着替えないですか？え？忘れたんですか？体調。いや、俺先生に今日までって言われてた救済措置の課題やってくるの忘れて。それやばいんじゃないですか、マジで。なんかそれやるのも成績出さへんみたいな。いや絶対やばいでしょ、それ忘れたら。やばい。サッカー部ってなんかそういうなんか当たり前のことできない生徒多いっすよね。どうするんですか。今日の朝思い出した。やばいっすね。あ、僕が朝言いましたもんね、課題の提出率。あ、そうそうそう。もうまさしくこういう生徒なんですよ、本当に。早く着替えてくださいね。とりあえず体育行きましょう。はい、今週も先週に引き続きバスケね。で、またフリースローなんだけど、もう2回目だから、この距離ぐらいがスポーンって決めてほしいんだよね、俺的にはね。で、先週教えたポイントあるじゃん、あれちゃんと意識しながらやって。 OK、 じゃあやっていこう。この課題今からやったら間に合うかな。いやー間に合わないんじゃないですか。てか授業中なんで、今現代文なんで、やってバレた時やばいっすよ。でもやらな成績出えへんね。いや分かるっすけど。じゃあ追い込もう。一旦少ないっすよ。いやもう一回やってみろ。吉野くん、さっき2限目現代文の時ずっとやってて、バレなかったと思いますけど、本当に授業中やるのは良くないですよ。今やる分は僕は全然いいと思うんですけど、本当にやめた方がいいですよ。だから俺これが成績出えへんねん。いや、その気持ちももう重々に分かりますけど、授業中にやると僕が学級委員なんで怒られるんですよ。
ちょ、もううるさいって。もう、 うるさいとかじゃないっすよ、マジで。ちょ、やばいねんが、もうしゃあないやん、今日。はい、じゃあ、先に数学、頑張っていきましょう。2時間ですか。2時間数学をちょっとやっていきます。で、2時間のグラフね、関数のグラフ、2時間数のグラフっていうところをちょっと結構みんな分かってきてなかったよ。はい、じゃあ今ここまでやってきたんだけど、どう、みんな分かってちゃんと理解した人いる？ちょっと手挙げてみて。いや、結構難しいんじゃない、ここ。いや、俺もこれどうやって教えようかなと思ってんだよね。なんかいい方法ないかな。先生、だったら、あの、二次関数だったら、あの、グループワークとかどうでしょうか。お、いいね、小野寺。さすが小野寺。じゃあ、近くの席でまとまってグループワークにしよう。誰かグループワークする人いないかな。これもしかして余っちゃってると思いきや。吉野くん、吉野くん、楽しい楽しい二次関数のお話一緒にグループワークでしましょうよ。ちょ、今やってるから無理やって。ああ、そういうことか。吉野くん、吉野くん、グループワークですよ。うるさいって、お前。グループワークですよ。うるさい。作りますよ。作りますよ。はいはい、教科書出して。教科書持ってきてるんですか。持ってきてない。俺持って。はい、じゃあ一緒に僕と二次関数のお話しましょう。グループワークなんで。はい、あ、二次関数ありましたね。たまたま110円で。二次関数、はい、x2 乗、ここね、多分今、ここを先生困ってらっしゃって、あの、進めてるとこ。二次関数、y、これ、x2 乗、マイナス2、3、マイナス3、グラフ、これ、わかります？わからん。はい、だから、そういうことなんですよ。課題やってると、抜けて抜けていくんすよ。こうやって、こうやって。二次関数、グラフだね。関数とグラフ、二次関数のグラフっていうところをちょっと、結構みんな分かって。はい、皆さん、ここのクラス、実は前回の授業でテスト内容終わってます。だから今日は自習です。え、ガチっすか。しゃきたー先生、先生、もうそんな良くないっすって。もう次の範囲までもうやりましょうよ。お前黙れ。先生が自習言ってやる。いや、もう自習なんかもう見ないっすから、誰もやらないから。おー、小野寺、もう実習でいいんだよな。先生もちょ、やることあって職員室戻らないといけないからね。はいはい。じゃあ、みんなもう実習ね、OK。 うるさくしたら、マジ授業するかな。なんだよ、先生、マジで意味わからんし。いや、もう実習とかさ、もうやる生徒いないしさ。もう、吉野くん、自習ですよ、今。え、自習ですよ。自習やから何やってもやろ。ああ、もう先生がうるさくしたら授業をやるって言ってたから、うるさくしちゃおっかなー。あー、なっちゃー。お前、わし死んだ。死んだ、死んだ。うるさくしちゃおっかなー。もう、えって、お前。いや、この授業のことやってくださいよ。自習って別にこの授業って言われてないから、みんなも違う科目やってるやつもおるやろ。あいてる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 。先生戻ってきたらいいのにな。ほんまにお前やめろって。お前別に自習じゃなくても次のテスト範囲のことやればいいのに。先生が自習って言ったら自習やろ。吉野くん、ん？ご飯食べなくていいんすか。いや、食べてる時間ないって。俺もこれ、ここ追い込まなくマジでできるから。ご飯食べないですか。もう大丈夫大丈夫。負けました。え？負けました。何が？吉野くんのその情熱に負けました。うん、ありがとう。手伝いますよ。え？手伝いますよ。手伝ってくれるの？
あと何ページですか。あと4ページやから、ガチでいい、違いますよ、貸してください。じゃあ3ページはですからやってくれる。マジでこの昼休み追い込む、もう終わるっしょ、昼休みで多分。いや、俺一人やったら多分無理やったけど。じゃあ僕手伝って終わらなくてやります、探してください。ガチ、やった、ほんまにありがとう。これで成績見えてきた。1、2、3、これ、いい、いいっすよ、ありがとう、やりましょう。小野寺、そっちどう？めちゃくちゃいい感じです。もうちょっと終わります。ガチ？俺ももう終わるわ。もう終わります。あと3個ぐらい。ちょうど一緒ぐらいですね、終わる多分スピード。よっしゃ、終わった！来たー！もう終わったっすか？来たー！ちょっと待って、待って、あと3つ。マジでありがとう。あと3つっす。1、ラスト2個、ラスト2個。よかった。しゃはい、じゃあ5弦目、英語を始めていきます。インタビューは Repeat after me. Professor. Repeat after me. Expert. Repeat after me. ごめんなさい。Interest. はい、じゃあ授業終わります。キリッツ、よし、これちょっと熱いやつじゃないですか。多分絶対忘れてますよ。耐えたよ、しなかった、マジでよかったですね。まあ、お前が出さってくれんかったら、まあ、無理やったしな。よかった、しなかった。まあ、やり直したいか、これ絶対忘れてるっすよ。先生、あの吉野くんの課題、今日 あの授業の最後に絶対出せない成績落ちるってやつっすよ、これ。はい、なんでこれ、あー